ギャルゾー、どうもワンパンやつトークのお時間です。このチャンネルは X ジャパンやルナシー、ラルクアンシエルといった日本のレジェンド的なロックバンドについてあれやこれや言う YouTube ラジオです。YouTube ラジオということで音声が中心ですので、作業中の BGM 代わりなどにですね、気楽に聞いていただければと思います。本日2023年の6月19日はですね、YOSHIKI さんの最新の、いろんな発表がありまして、でその中にですね、7月21日発売予定だったレクイエムですね、新曲レクイエムの、発売が延期になってしまったということについてちょっと語っていきたいなと思います。すでに、昨日かな、YOSHIKI さんの配信などで発表になっていることなんだと思うんですが、ニューシングル7月21日発売予定だったレクイエムが残念ながら、リリースが遅れてしまったというツイートがありました。でちょっと気になることがいろいろありまして、YOSHIKI さんのツイート見てみますと、リリースが遅れたりいろいろと批判もされているけど、俺本当に命を削って頑張っているよ、ファンのみんな信じてほしい、追悼曲レクイエムについては亡くなった母への思いがあり、曲の終わり方が決められない、心の整理ができていない、でもなんとか近々作曲が終えるつもり、作曲を終えるつもりですかね、でごめんなさいというふうにツイートされてるんですね。これを見てですね、ちょっと反省したというか、前回の動画で、この動画ですね、5月の16日ですかね、グラミーミュージアムでの世界規模の発表とライブパフォーマンスをということで1ヶ月前か、レクイエムを披露してくださったり、あとは X ジャパンの新曲エンジェルの発売が発表されたということで大喜びしててですね、でレクイエムについては私の動画のコメント欄でもですね、多分遅れるんじゃないかとか、7月21日って言ってるけど、今年とは思ってないみたいなね、大喜利大会じゃないですけど、そんな感じのムードになって、で実際今回も案の定、延期になったので、やっぱりかっていう気持ちがあったんですけれども、ツイート見たらですね、ご本人はもう全然、そのYOSHIKIさんはもちろん当たり前かもしれませんけれども、何の冗談とも思ってないというか、むしろもう本当心の底から申し訳ないと思ってるというか、しかもその延期の理由っていうのも、やっぱりその亡くされたお母様への思いを曲にするっていうのがあって、その中でさ、どういうふうに曲を終わらせればいいんだろうかっていうところで、その葛藤が起こってるという極めてアーティスティックな理由で延期になってるわけなんですよね。なのでその何でしょうね、どうせ遅れるんじゃないかなとか心のどっかで私思ってたんですけど、で実際遅れて今回延期になって、やっぱりかーって思ってたんですけど、当の本人はめちゃくちゃ苦しんでるし、遅れてる理由もすごいアーティスティックな理由なんですよね。でそこをこう私たちファンがあれやこれや言うこっちゃないなーっていう反省ですね。YOSHIKIさんに対してちょっと申し訳なかったなっていう気持ちになったんで、今回動画を撮ってるんですけどね。もともとの見通しもどうだったんだろうなって気持ちもあります。実際、お母様亡くなられてからできた曲で、で実際そのこの、5月16日で披露したのをもう一回私聞き直したんですけど、レクイエムだけやっぱりめちゃくちゃ完成度低いですし、ミストーン、ミスタッチも多いですし、自分でもあれ次の和音なんだっけって探りながら弾いてらっしゃったし、で終わり方もふっと終わる感じで、決めきれてないなっていう、モチーフはあってね、てん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 っていうモチーフがあって、それをどんどん変装してるっていう、そのクラシカルな作りでね、そういうこう自分がやりたいことっていうのは、もうこの段階でももちろん十分にあって、すごく美しい YOSHIKI メロディーなモチーフがあって、でも新しい、それこそミラクルみたいな、そのクラシック路線の新しい楽曲ができてるなっていうのは十分この段階でも感じれたんですが、まだまだそれをこう、ダイヤの原石をまだ磨けてないような状況だなっていうのは感じてて、
でこの段階であんなにできてないのに、その5月の段階で こんなにまだ未完成なのに、じゃあ7月の21日に出せるのかっていうとちょっと厳しいんじゃないかなっていうのはやっぱりありましたけどね。まあ実際ちょっと厳しかったと。で XJAPAN のエンジェルのリリースがもう決まってるから、それに合わせてね、その前に出したいとかっていうのがあったのかなと思いましたけどね。特にそのタイアップになってるとかっていうわけでもなかったわけなので、なのでなんでこんなに急いで出すのかなっていうのはあったんですけども、まあやっぱりレクイエムとエンジェルっていうこの2曲が、まあお互いをこう補完し合ってるというか、2曲でこう1つみたいな、あ、YOSHIKI さんの中の思いがあるのかなとかね、思ってはいたんですけれども、まあ残念ながらちょっと延期になってしまったと。私はもう思いっきり納得ができるまでやってくれていいと思うんですけどね。私たち XJAPAN ファンはもう待つのはもう慣れてますし、むしろ近年ハイペースじゃないですか、めちゃくちゃ。まあ、それこそ XY のクレイジーラブがね、6月30日に全国配信される、全世界配信されるということで、まあ、完成してるわけでしょ。もうここ数年間ずっとね、あの年単位で1曲出るかなぐらいの YOSHIKI さんだったのが、もう近年は本当ね、次から次に楽曲発表されてるわけですから、むしろやっぱりそのレクイエムはちょっと特別な楽曲だと思いますんで、もう気が済むまでやってほしいなっていう気持ちはありますよね。あともう一個、嬉しいニュースとしては、まあ、ここですよね。ハッシュタグザ・ラストロックスターズカミングスーンということで、ラスロックも動いてるんだっていうね、そこがちょっと分かって嬉しいというか、安心したというかね、それありますけどね。まあ、ラストロックスターズあれでおしまいじゃないとは思ってましたけれども、一応こうやってねカミングスーンって言えるぐらいにはなってるんだなというのがあったので、そこはちょっとこう嬉しいなと思いますけどね。全く動いてなかったらこんな書き方しないでしょうし、まあ、それこそ杉蔵さん体調大丈夫かなとか心配なとこはいっぱいありますけどね。ラストロックスターズはラストロックスターズでね、まあ、これだけ見ても YOSHIKI さんのソロのプロジェクトがあって、でプロデュースしている XY のデビューが控えてて、まあ、こっちをもうカンパケしないといけないっていうのがあったでしょうし、でラストロックスターズに XJAPAN でしょ。結構パラレルでプロジェクトいっぱい詰まってますよね、 YOSHIKI さんもね。で、まあ、プロモーションなのか、バラエティ番組にもたくさんねこの間出てらっしゃいましたけれども、いや忙しいですよね、本当ね。お体も心配ですし、まだまだやっぱりお母様の件が、当たり前ですけども、まだ傷が癒えてない、まあ、当然だと思うんですけども、そういう状況で、こんだけ稼働されてるんでね、YOSHIKI さんのたくさん楽曲を聴いてね、今後もその活躍を長く応援したいなっていう気持ちがありますんで、この延期っていうのは全然もう無理なさらなくていいなと思ってますし、許容すべきなんじゃないかなって私は思いましたけどね。皆さんはどう思いましたでしょうか。はい、ということで今回は、YOSHIKI さんのシングルレクイエムが発売延期になったということで、まあ、それについてのあれやこれや語らせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。この動画良かったら高評価とチャンネル登録までの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。